皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ第49回、よろしくお願いします。はい。今回は、明治安田生命 J1 リーグ第19節、セレッソ大阪対名古屋グランパスの感想についてお話ししていきたいと思います。えっ、ー、と、結果はまあ、03の敗戦。これでグランパスはリーグ戦8試合勝ちなしと。 でルバンカップ天皇杯も含めて言うと6連敗という状況ですね。はい。で、まあ、ちょっと試合の方を振り返っていきたいと思うんですけれども、メンバーは予想通り3バックと。で、えっ、ー、と、右サイドがシャビエル選手ではなく、マテウス選手が入っていましたね。なので、まあ、外国人枠の関係もあって、シャビエル選手は今回、ベンチ外と。 でまず良かった点を先に話しましょうか良かったなぁと思った点はまあ選手、今回あのヤンマースタジアムのピッチあのかなり悪そうでしたけれどもまあ、ピッチには対応してたんでしょうねだからそこの準備はしっかりできてたのかなっていうところですねパスが乱れるとかそういうことはなくて、まあ、引っかかる場面もあったんですけどまあ、それはいつも通りということなので特にピッチのせいでっていうところはあんまり見えなかったですね。まあ,あと 引き選手、後半から入った引き選手は気持ちの入ったいいプレーをしてましたね。あとはまあ、米本選手ですよね。まあ、この試合で言うと、米本選手の頑張りっていうのには本当に心を打たれるものがありましたと。っていうようなところが、まあ、良かったなぁと思った点です。で、以下は、うん、ネガティブな話になっていくんですけれども、 まあ、そもそも宮原選手、中谷選手、吉田選手の3バック、もうこれは難しいでしょうね。これはもう難しいと思いますあの、まあ。いろいろ難しいポイントは何個か思い浮かぶんですけれども、まず宮原選手と吉田選手にサイズがないと思うので、その今日でいうブルーの選手みたいな選手がサイドに流れてきて、 そのそこにロングボール入れられてヘディングでセルってなるとほとんど競り負けてしまうので起点を作られてしまうというところでまあ、中谷選手が競りに行ってもいいんですけれども中谷選手が競りに行けば中が空いてしまうと。でであとまあ今日のそう,そうで言えば そうであれば、今日のポジションで言うと、中谷選手がまあそのセンターバックの真ん中のポジションを開けるのであれば、ネット選手あのが、中盤のそこのネット選手が、そこにスライドをして、セカンドボールを拾ったりとか、フォローに入ったりっていう動きがあってもいいと思うんですけれども、あんまりそういう動きは見られなかったので、とにかく、相手に体の強いフォワードがいて、そこに入れられてしまうと、厳しいと。 でまあ,あと、サイドバックにしてしまうとね宮原選手、吉田選手のオーバーラップが制限されてしまうので結局、サイドで手詰まりになるとあの特にね泉選手とかの場合はその個人で打開していくっていうよりも周りのコンビネーションで崩すタイプだと思うのでウイングバックは厳しそうでしたね、今日もあのはっきり言って全然良くなかったですね泉選手。あのうんあと マテウス選手もあのウィングバックに入るんですけれども、その元々マテウス選手に守備を期待するっていうところが、うん、違うと思うので、これはもうマテウス選手の問題ではなくて、マテウス選手の特徴なので、あの、 まあ一失点目にも思いっきりマテウス選手絡んでたと思うんですけれども、それ以外にもマテウス選手のサイドから崩されることが多々ありましたね。で、まあ繰り返し言うんですけど、まあそれはマテウス選手のせいではないと思うんですね。あそこにマテウス選手を配置した結果っていうことだと思いますね。 もともとね、マテウス選手は守備を期待する選手ではないので、その最終ラインに入ってね、相手の攻撃的な選手と1対1で守備し、あの1対1を仕掛けられたときに、うまく対応するっていうことを求めるのは、正直酷だと思うので、っていうようなところで、やっぱり、うん、サイドバック、攻守にわたってバランスが悪かったですね。で、まあ、前半22分に1点目をするんですけれども、ま,あ、まさに即席の3バックの弱点が。 露呈したような失点でしたね。あのまああのー、吉田選手がね左サイドであの代わされて綺麗にかわされて,って。 クロス入れられてしまったっていうところは1つ原因としてはあるんですけれども1、まあ、つ抜かれたら次があのフォローするっていうのがサッカーだと思うので,で、まあ、クロス入れられた時にに、ね、逆サイドがもう完全にフリーでしたねでマティウス選手もどこに守備あの,のポジションを取っていいのかわからぬままっていう感じで完全にフリーで、まあ、うまく合わせられて失点をしたと、まあ、それ以外にも、ね、あの失点につながりそうなピンチは多かったですね。 で反対にグランパスはどれぐらい攻撃を作れていたかというと決定的なシーンはほとんどなかったと思うので、まあ、得点の匂いはあまり感じられない前半でしたというような感じでしたねでそういうような前半を受けて後半どうするのかっていうところで後半の頭からアーリア選手に変えて楠き選手を入れるとでこれで4バックへ移行したとでただ気になるのがアーリア選手を下げて4バックにして楠き選手を入れているので あのジョー選手のあの相棒をどうするのかっていうところですけれども、米本選手が入ってましたね、まあ、これはどういう意図だったのかっていうのは、ちょっと凡人には分かりませんね、あのはっきり言って、あのよくなかったと思います。ああののの米元選手はあの与えられたポジションでその 必死にこななしししていててていいい米本選手はは決して攻められるべきプレーは何もしてないと思います特に今回に関してはグランパスで一番あの攻守に奮闘していたと言っても過言ではなかったと思うのでただその配置の問題ですよねその要はアーリア選手を下げてくしびき選手を入れるのであればまだ例えばネット選手を1個上に上げてトップ下気味にするとかあのもあったと思うんですけれども。 あの米本選手を一番前に上げて、ね、結局それははっきり言って良くなかったと思います。でかつそういうその采配がベンチにいる攻撃的な選手の目にどう映るのかっていうところも一つありますよね。特にに赤崎選選手手だったりり本来はそのアーリア選手ののアアリ代わりにあのー 上選手の相方として入ってもおかしくない選手の一番手といえば赤崎選手ですし他には前田選手昭和選手もあの後半頭ではまだベンチにいましたから そのどういうつもりでやってるんだろうなっていう、まあ、選手の理解があったのかなって、まあ、そこはチームの内部の話なので、はよくわからないんですけれどもんで、それがね、機能しているのであればいいんですけれども、もう、かもう機能してませんでしたね、あの米本選手、一番前にいてん、ちょっと本人も困ってるみたいなところがあって、あのシュートとかも、ね、意識を持ってやってたと思うんですけれども、やっぱりもう、そういう選手ではないので、ちょっと難しそうでしたね。 で、まあ、ただ、その、4バックになって、やっぱり、サイドバックとサイドハーフの関係が整理されたり、ボランチの位置が整理されたりということで、ある程度攻撃がスムーズには、あの、3バックの時に比べては、なったと思います。ただ、やっぱり、その最前線のジョー選手と米本選手っていうところで、特にやっぱりジョー選手、今日も流れてきてしまっていたので、その、迫力は必ずしも高まったのか、あの、チャンスが増えたのかっていうと、 チャンスらしいチャンスが増えたとまでは言えないのかなっていう状況でしたね。で、そんな中で後半13分にマテウス選手アウト、吉あ前田選手イン。で、まあね、前田選手のゴールに向かっていくっていう姿勢っていうのは、やっぱり今のグランパスにとっては貴重な存在ですよね。まあ、切り札として使うのか、先発から使うのかっていうのはあるんですけど、前田選手はやっぱりチームにあのプラスの、あの、 攻撃的な意欲っていうものをもたらしてくれるなと思います。で、28分にネット選手に変えて相馬選手イン。で、まあやっぱりもうあの監督自身も、あの、米本選手が一番前に入る形はもう間違ってたっていうことを、この時点であの認めたというか、いうようなところですかね。まああと、うん、ネット選手、うん、どうなんですかね。その 運動量、かなり落ちてたと思いますしもともと運動量高くなかったりその守備の意識っていうのは必ずしも高くないっていうところで,でその分、その清水選手とネッ選手をボランチに並べて攻撃面であの大きなプラスがあるのかっていうと必ずしもそうではないのかなとその常に、ね、攻撃があのゆったりとした攻撃のテンポなので常に同じテンポで攻めると相手としては非常に守りやすかったんじゃないのかなと。 いいう,うに思いますなのでネット選手と清水選手を並べることその攻守にわたってうん効果的ではなかったように思いますでそんな中33分に失点とで清水選手が入れ替わられてしまって突破されてんシュート打たれてラングラック選手1回目は止めたんですけれども押し込まれて失点と。 んで清水選手の守備の仕方なんですけれども、これやっぱり前々からそうなんですけど、リスクが大きい守り方をしてますよね、その飛び込む場面が多い、カットできればインターセプトになってチャンスっていうことはあるんですけれども、清水選手が入れ替わられて大ピンチになるっていうことが、結構、試合中、2、3回はあるんじゃないのかなっていうのが。 ありますよねで要は飛び込むのかじっくり待つのかっていう判断があまり良くない要は今回のところでももう後ろにセンターバックの選手2人ぐらいしか残ってなかったのであそこは飛び込むべきではないですし、うん、あの取れないのであれば1回引いて遅らせるとかでその辺りがトレーニングでしっかりあのコーチから言われてるのかとか。 あの試合中であれば周りの声かけがしっかりできているのかっていうところはちょっと疑問ですよね。もう一向に改善されないので、うん。あの、そこはちょっとグランパスの弱点になってしまうようなところではありますよね。で、まあ、前がかりになっているところで、後半の51分に3失点目を喫すというところですかね。で、まあ、試合を総じて言うと、やっぱり即席3バックの弱点だったり、 シミ選手の守備力っていうようなね、もともと抱えていたグランパスの問題点がまさに露呈して失点を繰り返したということですよね。で、逆に攻撃面に関して言えば決定的な場面はほとんどなかったというようなところですね。で、まあ、ちょっとまあ正直私もちょっと感情的になってるので、レースうーん 冷静ではないのかもしれないですけれども、まあ、これだけの結果を受けると、もうグランパスの今のコーチングスタッフは限界でしょうね。で、かつその一番の責任者は風間監督だと思うので、 まあ風間監督の責任も大きいいと思まます、まあ、ただね風間監督だけで今のグランパスのサッカーが当然構成されているわけではないと思うのでその戦術のスタッフだったり分析のスタッフだったりっていうところのコーチングスタッフ全体の体制が今のままではもう難しいのかなっていう風に感じてしまいますね。でまあ、監督がねメディアに発してる 発言が全てではないでしょうし、まあ、それの言葉尻を取ってどうこういうのはあまりフェアではないとは思うんですけれども、うん、それでもちょっとあえて言いたいというか、やっぱ風間監督のサッカーは風間監督の理想論を追いかけすぎていて、うん、逆にそのこれまでのサッカーの定石といわれるような戦術だったりっていうのをないがしろにしすぎなのかなっていうふうに感じます。まあ、例えばフォーメーメションにしろ 選手の配置にしろ、戦術にしろ、うん、あの、よくね、相手を自分たちの枠に押し込んで、で、押し込んでしまえばカウンターのリスクはないんだとか、マークがついていてもフリーの状態を作れるから、ボールは入れれるんだとか、まあ、なんていうんですかね、威勢はいいですし、聞こえはいいですけれども、現実的ではないように思いますね。で、少なくとも今それは実現できてないですから、 で結局、その実際はね、攻めているときにも常にカウンターのリスクはつきもので、そのリスクをどう減らしていくのか、ゼロにはできないと思うんですけど、どうそのリスクを管理するのかっていうのは、今のサッカーでいうと非常に大きな、あのー、ウェイトを占める一つ、あのー、得点パターンとしてカウンターっていうのはかなり大きなところを占めると思うので。 そこをもうそのカウンターのリスクをゼロにするんだって方向性で考えているチームはほとんどないと思いますそのカウンターのリスクがあるからそこをどう減らしていくのかどう後ろあの人数を残すのかとかフォーメーション人を配置するのかっていう方向で考えているチームがほとんどだと思うんですけど、まあ、グランパスはそうじゃないと うん、だからその辺りもどうなのかなってであとはマークがついている選手に平均にパスを出すんですけれども結局やっぱり案の定マークついているので引っかかるというようなことが多いですからでカウンターを食らうと、うん、まるで何て言うんですかねその今までの定石を無視した結果その定石に反するリスクをそのまま食らってるというようなねあの 結局マークがついてる選手にパス出せば失敗する可能性が高いっていうのはもうこれまでのサッカーの歴史を見れば明らかというか、まあ、サッカーの歴史なんて大きな話をするまでもなく当然の話だと思うんですけれどもで勝てていた時はその自分たちのやりたいこととそのこれまでのサッカーの定石と呼ばれることのバランスが、まあ、ある程度うまく取れてたのかなっていうふうに思います。その選手のの距離感が良かったので、カウンターにに、なる前に あの再び相手からボールを奪えてたりとか、そのね、フリーの状態をうまく作れてて、ボールを受けて、シュートが打てて、フリーでシュートが打てる状況があったりとか、で今はそのもうバランスが崩れちゃって、そのなんていうんですかね、勝ててないがために、理想を理想に引っ張られすぎてて、明らかに無理なサッカーをしてるのかなっていう風に感じますよね、もう毎回同じ形で失点してますから、でそれをかたくなに繰り返して、また失点をすると。 うーんちょっとどうなんでしょうねっていう感じですよね。それを要はチームとしてやろうとしているのであればやっぱりそれは指示を出している側の問題だと思いますねあの。はっきり言って選手はよくやってるんじゃないのかなと思うんでね、まあ、ただ、まあ、選手のもんに責任がないとは言わないですけれどもあのサッカーはやっぱり結果が出ないこともあるのでにしてもその今やってることが。 うん、どうもやっぱりコーチングスタッフからの指示だと思うのでであるならばやっぱりちょっと限界かなと思いますねただね今のグランパスがちょっと風間監督を交代っていうことに踏み切るっていうのはちょっと考えがたいのかなとあの去年の例からしても、あのーね、ちょっと考えがたいのかなと思うんですけれどもでまたね風間監督を慕ってチームに来てる選手も多いと思うのであのー 風間監督にはやっぱり選手をねそれだけ引きつける魅力はあるんだと思いますしねで前半戦の戦い方は間違いなくファンもね魅了されてたと思いますしお客さんも満足してたとうまく回ってたと思うんですねでまあただその一方でやっぱり今のコーチングスタッフでは限界だなと私は思うので、まあ、そうすると例えばコーチを信頼できるコーチを増やすとかもう風間監督を監督以外のポストにして まあ別の監督に来てもらってで、風間監督がその監督を支えてもらうとか、まあでもどうなんでしょう、その辺もちょっと現実的じゃないのかもしれないですけど、コーチ増やすとかはあ,りあってもいいのかなと思いますけれどもね、まあなんていうんですかね、それだけ極端なことを言、うん、うようなぐらい、ショックが大きいですねあの。実際にはそんな劇的な変化、体制の変化っていうのは望めないんでしょうけれども。 うんそれぐらいのことを考えなければもう勝てないんじゃないのかなっていうぐらいネガティブになってますよねもう次の試合迎えるのがちょっと億劫と言いますかなんか期待してはまた同じような敗戦を見せられて期待してはっていうのがもうずっと続いてるのでもうなんか期待するのはよしておこうみたいな気持ちになってしまいますよねうーんだからちょっとやっぱりチーム全体でしっかり今の状況を受け止めてうんなんか ここで何かを変えたら今までやってきたのことが無駄になってしまうとかもうそういう次元ではないと思うのであのちょっと痛みを伴う改革っていうことをしていかなければもうそのうーんまた残留争いですかっていうような状況になってると思うのでうん早め早めに手を打ってもらいたいなっていうふうには思います。ははい、今回 J1 19節、セレス大阪対名古屋グランパスについてお話をしてきました。そんなところで佐藤のラジオ第49回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。